ということで始まりましたアメコカのロイです。今回はですね、千葉県のね、房総半島の方にちょっとキャンプ行きましたということで、朝ごはんを早速食べたいと思います。さあロイ選手何秒でいけるか。さあフードファイターロイ選手何秒でいけるかということでですね、やっぱり早いですね、食べるの。はい、ということで着きましたドッグプールビレッジ。ここはですね、なんとですね、もう名前の通りね、このプールがあるんですね、ワンちゃんと入れるプールがあるんですということで、晴れです今回ね、珍しいですね。ということで早速ね、設営もしたので、あのプールに入りたいと思いますね。すごく綺麗なプールで、もうロイ君もね、本当に嬉しいです、嬉しがってます。本当にこんな感じですよ、もうね、もう入りたくて入りたくてしょうがないですね。ということでね、ロイ君入りたいね。ね、でもなんかちょっとね、怖いんですよね、やっぱり怖いんですよ。怖いなみたいなね、なんか怖いなみたいな感じで、よく入ろうか入らないか悩んでるんですけど、入りました ね、ちょっと無理やりですけど入りました。これね、他のワンちゃんも一緒にいたんですけど、ロイ君はね、まあ自分のペースで入って、すごく綺麗なねプールだったんで、本当にロイ君もね楽しんでます。ということで、なんかあのサーフボードがあったんで、ちょっと一緒にね入りたいと思います。はい、ね、ロイ君は本当にびっくりしちゃって、もうなんかね、こんな感じで足がもうプルプルして、小鹿のようなんですけど、子犬なんですけどね、子犬でもないですけども、犬なんですけど、ちょっと足がプルプルしちゃってる感じです。はい、ということで、こっからね、この段差からちょっと深くなるんですよ。ここまでは足がつくんですけど、こっから先があの足がつかなくなるんですね。はい、でロイ君もすごい楽しんでて、ロイ君ね、びっくりするとこっから顔を出す習性があるんですよね。こっから顔を出したがるっていうね、ロイ君はすごい習性を持ってます。はい、でね、なんかいい感じにちょっと楽しんでます。とここはね、なんかあのスタッフさんもすごくいい人ばっかりでね、すごい話しかけてくれたり、なんかもういろんなね、いろんなサービスがあったんですね。帰りがけにアイスコーヒーもらったり。はい、ということでロイ君もうね飽きちゃいました。ちょっと怖がっちゃったのかな。どうしたの、ね、先に出ますっていうことで、はい、そういう感じでやってます。はい、でね、ロイ君のあのボールをね、他のワンちゃんのボールをちょっと取りたがって、もうこれも本当にね、泳ぎたいんですけど、なかなか行けないっていう。ここ結構深いんですよね、このどれくらい1メーターぐらいあったのかな、ここは。うん、はい、ということで、もうプールも終わって、もう飲みましょうね、とりあえず飲みましょう。ということでシャンパン買ってきましたね。シャンペーンをね、シャンペーン、やっぱもうキャンプの始まりはシャンペーンですよね。はい、ということで乾杯しまして、なんか昼、お昼はやっぱりちょっとね、料理しないで手軽に、最初に寄った市場でお寿司を買いましたね。でお寿司を買って食べて、ね、ロイ君も食べたいよって言ってます。てて、ね、ロイ君は食べれませんのでね、はい、でやっぱりキャンプの、まあ、お昼とかはちょっと手軽に済ませたいですよね。設営もして、あ、こちら、さっきのメヒ、なんだっけ、はいはい、牡蠣ですね、こちら。はい、こちら牡蠣食べてます。はい、僕はね、牡蠣当たっちゃって食べれないんですけど、この方は本当に食べれて羨ましいですね。美味しい、美味しいね。ねえ、美味しいね。はい、美味しい。え、美味しい。はい、美味しいの。で、牡蠣を食べましたら、次は、海、近くの海まで歩いていきます。ね。本当にロイ君が楽しそうで何よりですね。はい。で、なんか細い道とかをこう、結構獣道感があるんですけど、獣道を歩くと、こんな感じでもう、海っていう。ザ・海っていうね。ザ・暴走っていう。はい。こんな感じのところに着きましたね。で、海もね、久しぶりなんですよね、ロイ君。波がちょっと怖くて、こう波が、ほら、ちょっとこうね、怖がっちゃう。波が来ると怖がっちゃうっていうね、ちょっとまあ楽しんでますけど、そういう感じになってます。はいはい、ということで帰ってきてね、休憩ですね。またなんか食ってますね。ひたすらもう食べてるんですよね、ロイ君。ずーっと食べてるか寝てるかしてます。はい、
ということで今回のキャンプはちょっとね、あの私がね、あの料理するっていう出番になりましたので、はい、やってます。ということでこちらはね、カルパッチョです。黒鯛です。黒鯛のカルパッチョを作りました。はい、今回はあの奥さんをねもてなすっていうことで、はい、はい、あーってやってますね。はい、それで食べていきましょうね。ほんと美味しかったですよ。身がね結構淡白で、もうなんかコリ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 っていうんですかね、ちょっとわかんないですけど、ね、パセリとトマトも一緒にね、いただいてみます。はい、どうでしょうか。弾力、はい、ちょっと 何言ってるかわかんないですけど、こんな感じになりましたね。黒鯛の、はい、美味しかったです本当に。で、彩りもいいですよね、この季節はね、本当に。はい、ということでロイ君は僕が料理してるところをすごいいつもちゃんと見てくれてるっていう、後ろからねすごい見てくれてるっていう、ありがとうございますね。こうだんだん近づいてくるんですよ、彼は。何かもらえるっていうふうに本当に期待してるんですね。はい、もう横に来ちゃいましたね、いつの間にか。ね、で次、はい、次はこちらタコスですね。結構あのタコスやりたかったんですよね、キャンプで。はい、ということで今回はパリパリ生地のタコスを作ってみました。これもすごい美味しかったです。はい、ということでこちら、ハマグリを買いました。こちらは、ね、あのさっきの朝の道の駅でハマグリを買って、僕はちょっとね海鮮食べれないんで、ね、食べれないっていうのは嘘なんですけど、こういうねあの海系とかはあんまり食べれないんで食べてもらいましたね。はい、美味しかったです。そしてこちら、トマトクリームパスタですね、作りましたね。エビを、エビがいっぱい入ってます。どうですかね、もう酔っ払ってますねこの人も多分ね、もうパジャマになっちゃってるけどみたいな。はい、ということでいただきます。僕はねこれほらもうすいませんね、すすっちゃって、すする TV みたいになっちゃってますけど、はい、エビも食べて、やっぱりねこのすするのが美味しいですよね。すする TV になっちゃってますけどね。はい、美味しかったです。ということで朝ごはんですね、こちらパンで、はい、でまた最後にねプール入ってサーフボード乗って、はい、家中こんな感じでねまた楽しんでますね。でもロイ君もちょっと楽しそうですね、やっぱり水が好きなんですよねロイ君はね。はい、ということでまた一人で行っちゃいましたけど、そしてこれで一応撤収して帰りますっていうことでね、皆さんあのご視聴ありがとうございました本当に。ね、またキャンプの動画上げていきたいと思いますので、ぜひご覧になってくださいね。来た時よりも綺麗にということですね。ね、キャンプではそれを心がけていただきたいと思います。それではまた、さよなら。アメコカのロイでした。